どうも、西田渡です。本日なんですけども、防湿庫の中身久しぶりにやろうかなと思っております。まあ、この3ヶ月半年くらい経つとガラッと様変わりしますので、早速解説してみようかなと思っております。まずはデスク周りから解説しておきましょうか。EOS、R3 ですね。いつもねこれ忘れちゃうんですよね。なので今日先にやっておきます。 EOS R3 と RF の 1435F4 LISSM っていうね、これがもう鉄板の僕の YouTube 装備って感じですよね。この間久しぶりに、息子娘の発表会があって、それで撮影しましたね。100、500だけつけて、まあ、バッチリでしたね。完璧でした。まあこれはもう日々毎日使っている。でもなんかね、なんか噂ではあるんですけども、 FX3-2 がローリングシャッター積むんじゃないかみたいな。まあ僕は、まあ、FX3 はねちょっと図体が大きくなるので買い替えませんが、 FX30 でローリングシャッター乗ってきたら面白そうですよね。でここにあるのは M11P と7枚玉ですね。ズミクロンの7枚玉、カナダライツのやつですね。こちらが置いてあります。明日これ使おうかなと思ってちょっと今出しております。ちょっと調子悪いんですけどね、なんか、ま、ちょっともう一回試したいなっていうのもあるので、 M11 ずっと使ってからこれ覗くとね、距離計がどうも気持ちよくないんですよね。調整はしてもいただいてるんですけどね、うん、まあこの辺はちょっとなかなか難しいですね、 M 型ライカっていうのは。でこちらが、これ妻の Q2 だ。妻の Q2 がちょっと置いてました。これは妻がね、撮影していたので、娘のひな祭りで撮影していたので、ここでまだちょっとバックアップ取れてないから置かれてますね。で、早速なんですけども、まあ、この辺がキャノンですね、キャノン機。ここに R6 Mark II、R8。で、R5 に RP か。今4台になりましたね。5台か、R3 まで入れてね。でも事実上はこの 2機種かな。R6 と R8 っていうね。R5 はそろそろ Mark II 出るでしょうし、RP はね、まあ、売ってもいいんですが、みたいな感じで、まあなんか残っちゃってる感じですね。本来の僕の趣旨としてはね、半年3ヶ月使わないものは売るっていうポリシーがあるんですが、なんか、ああ、そうだ、バッテリーがなくなったんだけどな。なので、売るにしてもバッテリーが R8 のバッテリーしか今ないので、LP19 だっけ。なので、まあ、どっちにしろ売っても値段下がっちゃうよな、みたいな感じで、なんかチューブラリーになってますね、この RP がね。で、これ、FX30。もうこれは、なんだろう、対談の時とかね、もう紙マイクもついちゃってますね。ECMB10 だっけな。もうこれが E の 1220F4G がついてっていう、僕の対談の、これが、もしも今後グローバルシャッターで来れば、まあ、買い替えですよね。か、まあ、近々何かしら ZV-E10 とか、ただ、やっぱね、ファンがついてる方がいいんですよね。それ以外は今この収録してるオズモポケット3でね、マイクもこのオズモポケット3優秀なんですよ。なのでまあ、もうほぼほぼこれでいいじゃんってなっちゃってて、がっつり対談取るぞっていう時は、これ1台と、2カメで行く場合は最近、この間、町口ひかりさんとの打ち合わせを取ったのは、1カメ、2カメがこれに DME1D か、つけて、16ミリだけつけてね、2カメ、サブカメラとして使うと、これも十分な2カメですね、これで。1時間ぐらいの対談回るんですよ、R8 って。それはかなり優秀なカメラで。なので僕はね、R8 本当にね、実は推してるんですよね。スチルの性能としてもいいし、ムービーとしてもね、非常に優秀なんですよね。で、これ、ゾホートね。これもまたね、もうやっぱり人と会った時の、今週会った人みたいな形で、常にゾホート2は持ち歩いたりしてます。この間は、渡辺悟さんと矢沢孝則さん、石井富子さんと3人で会食した時とかに持って行って、撮影させていただいたりしましたね。これが1段目。で、2段目は、まあもう、ここは変わってないかな、前回と。100、500。やっぱね、これ1本持っていっとけば、もう運動会から、子供のなんか発表会とか、これ1本で OK ですね。で、R6 Mark II か R3 があれば、これ1本だけで最近行ってます。もう、広角で撮らなきゃいけないときは、スマホでやっちゃうって感じ。あとはまあ一応ね、この7200はまあ持っとかないとね、さすがに。何かあった時でキャノン機だったらもうこれ一本で撮っとけばもうクオリティは間違いないので、それぐらい神レンズですよね。この70-200の F2 たちは Y 極も出ないし、まあレンズプロフィールなんかなくてもね、もうそのまま綺麗に映るので問題ないか。あとはこれがキャノンレンズ、だいぶ減りましたよね。一応ここに僕の Q3 が入ってますね。ライカ Q3 が入ってて、50の単玉、85の単玉、24105F4L で、こっちが28-70の F2 で、最近気に入ってるレンズ、これ、ノクトン 40mm の RF マウントですね、1.2 か、ノクトン 40mm の F1.2 って、これもいい描写しますよね。
開放の一点にはすごいこうドリーミーな雰囲気で、ちょっとスチールリムと似てます。 F2F28 あたりからもう L レンズ級の写りします。これ F56 とかで撮るともう、あ、L レンズの描写じゃんっていう、すごく線が細くて繊細でっていうね。まあこの辺よりも描写は僕の中で上じゃないかなっていう感じがしてます。絵作り的にはね、素晴らしいレンズです、これ。まあ10万ぐらいしますけど、まあ10万で、まあこのね、ヘリコードの感じとかも超絶妙なんですよね。結構僕の動画でもう R3、R6 Max、R8 っていうところで撮ってきてますので、ぜひね、過去動画でご覧いただけたらと思います。気になる方はぜひ。まあおすすめですね。多分今後、RF マウントもこのフォクトレンダーが拡充してくると思うんですよ。まあこれ 40mm で F1.2 なので、これが 400g ジャストぐらいかな。これがアポランターとか出てくるとおそらくは 300g 台になってくると思いますので、非常にね、これから 300g で F2 で写り良くてってなると、この R8 あたりと組み合わせるとね 700g 台になってくるので、僕の中ではまあちょっとファインダーがね絞り込んだ時に、例えば F56 とか F56 とか8に絞り込んだ時にちょっとねピントの山がつかみにくくなるんですよね、拡大しないと。そこのまま弊害はちょっとあるかなっていうところで、まあ開放だと逆にね、どのカメラでも R8 だろうが 6MAX だろうが、すごい開放だとすごいあのボケてくれるんで、背景と分離するのでピント食わせやすいんですけどね、絞るとちょっと大変。この辺がまあミラーレスの、まあ、特にキヤノンのと RF マウントでのフォクトレンダーとは課題かなと思ってます。ピントがの面が見にくくなるって問題で、変わったのはここですね。ここのエリアがめっちゃ変わりました。ちょっと引き絵で結構撮りにくくなってるんですが、まあざっと、レンズ紹介します。これが EF の、2400の F4 の、L ですね。なんで15年20年ぐらい前に出たレンズ、これ最後もうディスコンというか修理不能になるので、最後の最後の年にオーバーホールかけて中身がほぼ新品になってます。ですがそれ以降一回も使ってないっていうところで、とはいえ、まあ、売ったとて二足三本のレンズですから、まあ保管しておく。でカビとかが生えたらまたパーツは買えないけど分離してもらって、まあ、CPS っていうキャノンとかでちょっと磨いてもらえばいいかなっていう。あとこれフィッシュアイですね。 EF のフィッシュアイ 15mm かな。でフィッシュアイもほぼつかないんですよ。やっぱ狭いステージ撮影ぐらいしか使わないから、逆にこのもう30年ぐらい前に出たレンズをずっと使ってきてますね。もうこれも20年ぐらい使ってるかな。中古で買ったんじゃないかな。でこれ、RF の 16mm の 2.8 ですね。これはやっぱりね、あのさっき言った対談の時 R8 とかに2カメとしてとりあえず持っていく時とかめっちゃコンパクトなんですよ。 R8 とDME1D っていう。これが実はね、Vlog カムとしても全然優秀なのかなと。とはいえ、まあこれがあとマウントアダプターですね。マウントアダプター。この辺をつけるためのマウントアダプター。とはいえ、ここなんですよ、今の僕は。きっちりとサブチャンとかで出張で収録するぞってなったら、この ECM-G1 っていうこのマイクが僕の中ではもう裏紙マイクになってて、で、ZV-1-2 と、組み合わせるとですね、非常にこうやって、ただ僕の場合、まあ面と向かって喋るだけなんで、サブちゃんとかだと。これがドンピシャでハマるんですよね。これ ZV-1-2 です。これ最高。で、こっからコンデジが、こっからが一番多分変わってますよね。まずこれ、ざっといきましょうか。これが HX99 ね。ローが取れて 2.3/1 で、24-720。ただ、操作系とかが、ちょっとね、僕の中では何かこう気持ちよくないですよね。ソニーのコンデジっていうのは、僕の中で、やっぱりキャノンとか使い出すと、ちょっとついつい便利なんですよ。ローが出て、ただね、カラーサイエンスが、α7-3 あたりのカラーサイエンスなんで、ちょっと色もね、あんま好きじゃないんですよね。あの頃のソニーの色、カラーサイエンスが。と、SX701S ですね。僕のカラブ関西の写真集の中にも相当数これで撮った、大活躍してくれましたね。これは JPEG しか撮れない 2.3/1 センサーで、JPEG のみ。で、24-960mm っていうね、超高倍率ズーム。40倍って書いてるでしょ。最高です、これ。まあ、ただね、やっぱりローデータ触り出すと、ちょっと物足りない部分は出てきます。で、これがマイメモリーズですね。こちら。今度3月16日に発売するマイメモリーズを、このカメラで FZ45 っていう乾電池駆動なんですよね。乾電池。乾電池駆動するこのカメラで2ヶ月間、この2023年12月から2024年1月で撮った、これだけ撮った、1万5000円のカメラで撮ったのが写真集になるということで、写真日記のような形を皆様にご提案。で、ご自身が撮っている写真も、こういう風に写真集を編めば、
逆にね一つの作品になるんだよっていうところを、ちょっとこれ閉じられてないのでね、まだちょっと中はなんですが、こういうふうにただ単に時系列取ったまんま時系列で並べていってるんですよ。こういった感じでね、そういう写真集です。なので、あ、もしかしたら自分も写真集作れるかもしれないみたいなね、そういうふうな気持ちになっていただけたら嬉しいかなっていう。っていうので、これかなりね、1万5000円ぐらいで乾電池で駆動して写真集1冊作ってしまったカメラっていうね、ちょっと伝説のカメラです。で、これが、ね、防水コンデジ、ペンタックスの WG90 っていうタイプですね、これね。うん、まあ、これ JPEG しか撮れなくて、ちょっとね、ノイズキャンセリングが ISO800 以降、ISO1000 とかから効いてくるので、ちょっと僕に合わなかったかな。これもしかしたら、なんか子供たちが大きくなってきたら、今子供、娘とかが、XP140 っていう富士の使ってるんですけど、もうボロッボロなので、もしかしたらこれ子供たちにいずれあげてもいいかなっていうか、渡してもいいかなっていう、そういったコンデジですかね。もう完全オートで撮っちゃう。で、なぜかというと、なぜ子供たちに渡してもいいっていうかというと、防水コンデジいろいろ試していたんですよ。で、結論、この OM システムの TG7 っていう、これは 2.3 分の1センサーで、まあ、もちろん防水コンデジで、まあ、こうショックにも強くて、で、さらにローが撮れるんですよね。で、僕のインスタグラムとか、まあ、これの、レビューもやってますが、非常に絵作りがいいんですよ。この旧オリンパス、OM システムズの、カラーセンス、僕、ハマりましたっていうか、ちょうど、いい感じなんですよね。なのでこれは逆にこっち使えるなっていう、もう、雨が降ってる、なんかちょっと不安定な天気とかなると、ライカも持っていきつつ、これ持っていくときは間違いないかなっていうことで、もう絶対に壊れないコンデジとして、ちょっと大きいんですけどね。ですが、まあこれはフィックスかなっていう感じです。こっちが確定してます、僕の中でのスタメンで。続きましてはこちら G7X Mark II ですね。キャプチャー1が Mark II にしか対応してないので、マーク2を使ってます。本当は3使いたいんですけどね。で、まあ、300g ぐらいで、僕の中ではこれがコンデジのフラッグシップですね。なので、24-100mm で F1.8、2.8 で撮れるのと1インチで。で、キヤノンの、デジック7のカラーサイエンス。僕が一番好きなデジック4からデジック7、デジック8かぐらいまでのカラーサイエンスっていうのが一番気に入っているんですよね。これおすすめです。続きましては、僕の中ではこれが究極のコンデジかなっていう、M 型ライカがあって、じゃあサブにどれ持っていくってなった時にはこれになるのかなっていう感じがしてます。 G9X Mark II、 これはさっきの G7X Mark II と同じセンサー1インチで、描写がめっちゃいいっていうことで、同じ映画でんですよね、あの G7X Mark II と。要は R6 Mark II と R8 の関係みたいに、考えていただければいいかなと。その代わり背面ダイヤルとかないので、ここだけでしか要は操作できないんですよ。あとはタッチで操作するしかないので、もうほぼね、もう何もせずに TV モードとかで、TV モードとかで押し込むだけっていう感じです。その代わり僕の中で GR よりもよっぽどか、オートフォーカスも賢いし、28mm スタートなんですけど、28mmF2 のカメラとして1インチコンデジとして使えるんですよ。だからこれはむしろ僕の中ではスナップシューター。電源立ち上がりからシュートできるまでが、ほぼ GR と遜色ないんですよね。そういった意味では無敵のカメラかなっていう。これが GR3 ですね。まあ、それこそ今のね、G9X Mark II とタメを張るカメラっていうか、まあ、こっちはもうでも一眼レフに近いですかね。28mm で APS-C っていう。なので、まあ、むしろこの Q3 とかとタメ張るのかなっていう感じです。で、あとはね、最近はゾーンフォーカスで置きピンにして、もう F11 とかでただ押すだけにしてます。オートフォーカスを頼らない。こちらが GR3X ですね。最近購入しました 40mm。これ面白いですね。やっぱ 40mm で APS でってなると、これもまさにさっきのこのノクトン 40mm と僕の中では同じ扱いみたいな感じでやってます。非常に面白い。なので、コンパクトに 40mm を撮りたいときって、やっぱこれが唯一無二ですよね。なんか人気が一番の分かります。最近 YouTuber の方とかも。で、あとこれ。これが今月3月のマイメモリーズカメラなんですけれども、こちらがコダックの FZ55 っていうタイプで、さっきの FZ45 は乾電池だったんですが、こっちはリチウムバッテリーになってます。その代わりめっちゃ薄くて 100g。めっちゃプラスチッキーなんですけど、出てくる絵はさっきの FZ45 と同じく、非常にコダックカラーが出てきて、シャドウがちょっとね、いい感じのグリーンになるんですよね。あのティール&オレンジみたいなのとはまたちょっと違う、コダックゴールド200みたいな色味が出てくるっていうね。これがまた面白いんですよね。って感じでございます。もう10機種あるからね、今ね。なんでまあ、とはいえなんかこの辺とかは、WG90 とかは間引いてもいいかなっていう。
まあ、タイミングで売っ払っちゃってもいいかもしれない。HX99 も、面白かったんですけど、カラーサイエンスとかのバランス考えると、モノクロ専用機として使う分には面白いんですが、いや、だったら、この TG7 か、これでもいいかなっていう感じになってきてて、ちょっと実は僕の中では、まあ、コンパクトではあるんですが、操作系的にもしかしたらちょっと、脱落する可能性が、ここのね回転があんま好きじゃないんですよね、ここのトルク感のないここのリングの回転がね、まあ、そういうのは人それぞれですから、好き嫌いはね。でここら辺はまあバッテリー類か、まあ、いいでしょう。で最後はライカですね。ライカはまあそんなに変更なくって感じです。M11 モノクローム、 M11 スーパーイルマン 21mm、 50mm のヨレルズミルクス、アポズミ35で、アポズミの50で、エルマリート 28mm、ヨレルズミルクス35、カツさんとかドリキンさんとか常さんとか使ってるやつで、これスチールリムですね。やっぱスチールリムが一番、まあやっぱ結局スチールリムかな。あとはこれズマリット、ズマリットの後期、50mm ですね。ズマリット 50mm と、あ、これズマロン 28mm ですね。でこれはトリエルマ用に買った、フォクトレンダーの上につけるやつですね。このファインダーが 28mm までしか対応してないので、 21mm ってなるともっと広く撮れるので、この純正じゃなくあえてフォクトレンダーを使ってます。純正も悪くないんですけど、だったらまあ最悪ビゾフレックス2でもいいのかなってなっちゃうので、あとは純正も10万ぐらいするんですよね。まあもちろん値段じゃないんですけど、なんかちょっと僕の中では違うかなっていう感じで、とりあえずこれ使ってます。使用頻度も低いのでね、最悪これつけなくても、あの EVF とか背面液晶でそのまま撮っちゃうっていう方法があるんですよ。もう正直 21mm ぐらいになるとですね、これ F11 まで絞り込んじゃって F11 まで絞り込んでゾーンで置いちゃえば、これゾーンで置いちゃえば無限からもう 70cm まで合っちゃうんですよ。だからあと押し込むだけなので、意外と背面液晶で、あのほんとコンデジみたいにパチャパチャ撮っていく方法もあるので、で6000万画素だとあとはそこから引っこ抜いてトリミングして28とか 35mm に使っていくっていう、これ歪曲が限りなく少ないレンズなので、そういった意味でも安心してとりあえず撮っておいて引っこ抜くこともできるんですよね。これ相当優秀なレンズですよ。だからあの佐藤健寿さんもね、マップカメラの対談で言ってたんですけど、ライカの魅力って何気にこの F 値の暗いレンズ、例えば F4 の 90mm とかマクロエルマーだっけなとか、あのなるべく暗いレンズで、エルマリートもそうなんですよね。この暗いレンズになればなるほど、これもエルマリート 28mm F2.8 なんですけど、暗くて軽くて小さいレンズほど歪曲も少なくて出来がめっちゃいいんですよ。あとはまあちょっとお安いっていうものも部分もあったりするんですが、なんで意外と無理してないレンズ、この辺とかね、やっぱり無理してる最たるものだと思うんですよね。ズミルクスでさらに寄れるとか、これはまだまだ今からのまあサイエンス、あのレンズの、あのこの 50mm とかもそうですね。50mm の45cm まで寄れるとかっていう。でどん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 肥大化してきてるんですよ。 35mm よりもこれ大きくなってきてるんですね。まあもちろんもう写りは抜群にいいのは間違いないんですが、10年以上見据えて設計してるなっていうのは伝わってくるんですけれども、単純にもうこれ最初当初 330g っていう風にカタログスペックで歌われてたのに、あの実際にこれ測ると 370g なんですよ。ちょっと公で 40g 差があるアナウンスしてるのさすがにどうかなと思っちゃって、そこでちょっとまず若干裏切られた気持ちになったんですよね。いやこれ 370g って言われてたら買ってなかったよみたいな。ということで頻度もやっぱり低くて、 50mm だったら別に寄れなくてももうむしろアポズミクロンでいいよねみたいな、いいよねじゃなくてこれがある意味もう完成形だよねっていう、おそらくは M12 とかのタイミングで多分 50mm も50のアポズミもこっち30、こちら35のアポズミ同様、この寄れるアポズミクロンっていうのは絶対50も、もうそろそろ10年近く経つので、アポズミもね、多分なってくると思うんですよね。なんで、このタイミングかなっていう。まあ、ズミルクスも持ってていいんですけど、まあ、ちょっと重いよねっていう。僕の中での、まあ、370g なんであれなんですが、僕の中でのルールが、ライカのレンズに関しては、400g までルールっていうのを絶対ある程度決めてて、なので400g超えてしまうと、多分持ち出し頻度が相当減るなっていう感覚です。なのでこの 370g でも、この 50mm ね、これでもやっぱりね、相当、なんていうのかな、やっぱちょっと大きいなって感じるんですよ。これと、これアポ済みなんですけど、明らかに太さ違いますよね。なので、これぐらい違うので、やっぱね、
重いんですよ。で、あ、このアポ済みになるとやっぱりこれ 300g ぐらいなので、いや結局これでいいじゃんっていう風になりがち。解放 1.4 でそんな使わないよねっていう感じでございます。はい、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。っていうところでね、防湿庫の中身的な感じでご紹介したんですけども、もうまあとにかく最近では M 型ライカかコンデジかっていう、でどっちかというとパリフォト、まあこれからちょっと町口ひかりさんとの打ち合わせになるんですけども、うん、パリフォトを見据えていくと僕の中で多分コンデジが相当、まあ、東京を切り取るっていう意味で重要になってくるかなっていうふうに考えてるんですよね。なので M 型ももちろん今後も LSK の活動とかありますからやるし、あとやっぱ撮ってて楽しいのは M 型なんですよね。ただキャプチャーとか街を切り取るみたいなところではコンデジの力に相当頼っていくことになりそうな気がしてて、あの引き続き面白そうなコンデジを見つけたらどんどん買っていって皆様にもご紹介しようと思いますし、またこの防湿庫の中身シリーズは都度ね、大体3ヶ月半年ごとにどんどん今日ご覧いただいただけでもアップデートしていきますから、またキャノンの新機種とかね、ソニーのムービー系のものとか出てきたらまた買いますので、その辺がアップデートされていったらまたやっていこうかなと思っております。参考になれば幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西畑でした。